12月25日金曜日曇り。サキが何を知ったのか分かりません。わけが分からないままクリスマスになってしまいました。聞こうとしても無視されます。でもただ一言、杉崎先生言ってたよとだけ口を開いてくれました。昨日僕の成績表を受け取るとき、先生に何か言われたに違いありません。一体何を？辻崎先生は僕に奥田のデジカメをくれました。デジカメには僕の地帯が映ってました。学校にはそれがプリントアウトされたものが散乱してました。先生も持ってるかもしれません。まさか先生は先にそれを、僕の地帯を、上履きを加えた僕の姿を見せた。僕がいじめられてたのを、僕が異常な性癖を持ってたのを先に言った、知られた。